シュウ、どうしたんですか？あちらに何か。パパがいる。ずいぶんとお早い起こしやな。どういう風の吹き回しやろ。ライブせえ言うといてそれきりやったから、よっぽど忙しくしてはると思ってたんやけど。それきりですか。では単独ライブについては何も。何にもない。僕頑張ったのに悲しいわ。せっかくスカイフォックスレコードいうサプライズも用意したんにね。レイジもそう思わん？社長のお考えは俺には分かりかねますので。あんたの鉄面皮もなかなかのもんやな。その澄ました顔がどこまで持つか見物や。俺のことよりも社長にご挨拶された方がよろしいのでは。相変わらずアホやな、レイジは。そんなんしたらパパにまた叱られるやろ。しかし、社長がこちらに。パパの方から来てくれはるなんてな。レイジ、あんたは先に控え室へ行ってて。例の件よろしゅうな。わかりました。さて、親子水入らずのご対面と行こうか。パパ、単独ライブ以来やね。あの時は遠すぎてパパの顔なんて見えんかったけど。ライブの後声かけてくれはってもよかったんやない？価値な。それで単独ライブはパパのお気に召したん？へえ、そないなこと言うためにわざわざ来たん？パパの貴重な時間を使ってまでな。こっちは気使って話しかけへんようにしよう思ってたんやで。パパはイプシロンファイのボーカルが息子や知られるのが困るみたいやから。そういうパパは分かってたのに、僕にイプシロンファイを作らせてフェスにも出したんや。パパも物好きやね。風当たりが強くてしゃあないやろ。でも本当はもっときつくなるところやったんやで。 LR フェスはダックリバー社が用意したデキレースやないかってね。安心してな、パパ。優勝してもデキレースとは言わせない。だってイプシロンファイはダックリバーからはデビューしない。スカイフォックスレコードがあるんやもん。ほら、気使ってるやろ。はあ、何やのそれ。イプシロンファイが負ける言うてるわけ？僕が？あいつらなんかに？パパは分かってない。子供の遊びや思ってたら痛い目見るで。
シュー、遅かったですね。レイジ君に聞いたよ。お父さんと話していたんだってね。シュー、社長に何を言われたんですか？まさかまた京都へ帰ると。パパはイプシロンファイに優勝されると困るみたいや。は？どういうことだよ。僕が息子やからデキレースを疑われるとでも思うとるんやろ。変な噂が立ったらダックリバーの名に傷がつくとか、そんなところや。バカな。 LR フェスの出場を決めたのは間違いなく我々の実力です。その上で出場の許可を出したのは社長だというのに、なぜ今になって。ちょっと意味わかんないんだけど。なんかすっげえやる気なくす。もうさ、フェス出んのやめない？ふざけるな。どんな思いでここまで来たと思っている。これまでしてきたことが全て水泡に帰す。出場の事態などありえない。じゃあどうするって言うんだよ。柊の親父が優勝させねえって言うなら俺たちは優勝できないってことじゃねえのか。出場しても無駄だよね。それは。柊君どうするの？いやいやわ、しけたかを並べんといてくれる？は？優勝バンドを決めるのはパパやない、客の投票や。だとしたら簡単な話やろ。イプシロンファイの実力を示せばええ。誰も文句を言えんくらい他の連中より僕らが上やと分からせる。徹底的にな。あんたたちふぬけた音出しよったら許さへんで。分かっています。てめえに言われるまでもねえよ。兄貴は気合い入れ直しといた方がいいんじゃない？あ？お友達ごっこで忙しかったみたいだしさ。兄貴の音、あの下手くその影響受けてないといいね。うぜえ。ふぬけてんのはてめえの方だろ。簡単にやめるとか言いやがって。やる気がねえなら出て行けよ。人の後を追い回すしか能がない、サルマネ野郎が。は？いい加減にしろ。状況を分かっていないのか。ええよレイジ。しかし。だって本当のことやないなあ、カナタ。あんたはハルカの真似しかしてこなかったんやから。ひどいな、シュー君までそんなこと言うんだ。違う言うなら証明してみ。サルマネやないってね。あんたが欲しいのはその先にあるもんやろ。は？欲しいもの？その先って何言ってんの？意味わかんないんだけど。え？自分が何を欲しがってるかも分かってへんのや。はるかを追いかけて大切なもんをめちゃくちゃにして孤立させて自分しかおらんようにしてきたくせに、それもこれも全部わからんままにしてたんや。傑作やわ。はるかが気の毒すぎて涙が出る。クソガキが知ったような口聞いてくれるじゃん。シュウ君は何が言いたいわけ？
俺に分かるように教えてほしいな。お断りや。なんであんたみたいな面倒な男まともに相手してやらんとあかんの。あんたは双子や言うことにこだわってはるけど、それに何の価値があるん？血のつながり？一緒に生まれた？そんなくだらんもんに執着してるあんたを見てると吐き気がするわ。止まれよ。あんたがはるかにとって特別なんて幻想や。現にはるかはポットでの男をライバルとして認めたんやろ。あんたはサルマネの雑魚やのにな。黙れって言ってんだろ。そないな顔もできるんやな。いつものヘラヘラした顔よりよっぽどええやん。シュウ、さすがに言い過ぎだったのでは。お優しいのは結構やけど、レイジに人の心配してる余裕があるんかいな。どういう意味ですか？スカイフォックスレコード。あんたの父親が御所を大事にしとったもので、ゴミ以下の価値しかなかった会社を僕が蘇らせてあげたんやで。それなのにあんたと来たら面白みがない。あなたという人はどこまで俺を、俺の家族を。僕が憎くてたまらんって顔やな。ゴミ以下言うたのが気に入らん。でもな、僕を恨むのはお門違いやない。スカイフォックスを潰したのは僕やなくてパパや。はあ、でもパパはスカイフォックスレコードの名前には眉一つ動かさんかったわ。驚くやろう思って楽しみにしてたのに。まあ仕方ないかもしれへんけど、レイジかて片手で叩き潰したハムシのことなんかいちいち覚えてへんやろ。失礼します。から聞いてりゃ胸クソ悪いな。何がしてんだよシュン。わからんの？屈折した思いが強ければ強いほど僕たちの演奏は深みを増す、そういうことだよねシュウ君。あ？なんだよそれ。この前レイジ君がシュウ君は指揮者みたいな存在だって言っていたんだ。単独ライブが始まる前もシュウ君が僕たち全員に声をかけていたのを覚えている？そんなこともあったな。シュウ君はわざと僕たちの負の感情を爆発させているんだよね。ああ、でも今日は少し違うみたいだな。さすが忠臣はよう分かってる。はるかも見習ったらどうや。要するに僕がみんなのやる気を引き出してあげてるんや。けどそれだけじゃ足りない。まだ完璧やない。もっと壊さなあかん。追い詰められんと出てこん音があるからな。だからってちげえだろ、んなことしてたら。傷をえぐるような真似をするなんて、これでも両親が痛むんやで。でも本物をやるからには仕方ないやろ。パパにお礼を言わんとな。おかげで吹っ切れたわ。
楽しみだな。またおもちゃ箱をひっくり返すんだよね。派手にな。何ヘラヘラ笑ってんだよ。何も面白くねえぞ。お前ら頭おかしいんじゃねえか。おかしい？僕たちが？アホやな、ハルカは。これがイプシロンファイヤー。イプシロンファイはたくさん恨まれながらここまで来てる。僕がレイジに何させてるか大体察してるやろ。あんたは分かってて見て見ぬふりをしてるんや。それはライバルごっこなんかやめとき。あんたに資格はない。そのライバルとやらのバンドもネットにひどいこと書かれたみたいやで。やっとええ顔になったやない。それで壊して壊して壊して砕けたかけらを集めてきれいにつないでみようか。普通なんかくだらない。お上手なだけじゃ価値はない。抱えてるもん一つ残らず撒き散らして本気で戯れてみせようや。あんたら全員もてあそばれる覚悟はよろしおすか。シュ、飲み物をどうぞ。素晴らしいパフォーマンスでした。これで社長もあなたの才能を認めるでしょう。どうやろな。お疲れ様。いよいよお兄さんの番やね。あのシュウ君。なんやの？なんか僕に言うことでもあるんかな。お仲間の大事なもんを焼いて捨てられて心ない嫌がらせを悪意をいくつもぶつけられてそう仕向けたのが僕だって分かったんや。言いたいこといっぱいあるやろな。やっとその澄ました顔が歪むところ。ライブすごく良かった。演奏も歌も本当に僕一瞬も目が離せなかった。はあ、何の用？一日に2回もパパと顔を合わせるとは思わんかったわ。僕にまだなんか用なん？さっきのライブ見てたんやないの？じゃあなんでそないなこと。
なんやのそれ。パパは僕に不完全を望んでいたっていうの。藤川家の人間として常に完璧を求めてきたのはそっちやろ。しゅうくん、ここにいたんだ。さっきのステージ、しゅうくんのお父さんは見てたんだよね。なんて言ってた？もうフェスなんて完璧やないもんに何の価値もないやろ。完璧？価値？思いついた。アルゴナビスにはダックリバーの後押しがあるって噂を流してみようかな。しかも今回のは嘘やない。パパがアルゴナビスの七星蓮に目をかけとるのは本当のことやし、レイジにうまくやらして炎上するくらい騒ぎを大きくしてやってな。もしかするとフェスも中止になるかもしれへん。なあ、面白そうやと思う？あ、そっか。イプシロンファイは、シュウ君はお父さんに認めてもらえなかったんだね。シュウ君が壊して作った完璧なものは、シュウ君のお父さんにとって価値のないものだったんでしょ？それともシュウ君とシュウ君のお父さんが考える完璧は違うものだったのかな？こういう時はなんて言うべきなんだろう。かわいそうだね。はあ、卑怯な真似をして他のバンドを妨害したのも、おもちゃを壊してまで新曲を作ったのも、全部フェスで優勝したかったから。何言って。ああ、やっとわかった。シュウ君はただお父さんに褒めてほしかっただけなんだね。